恐ろしい一撃だった。まさかあれほどの力が古族の先祖の手にあろうとは。潔く、それでいて残酷。ここまで落ちぶれた我らよりもあの女の方がドゥーランの末裔に近い。選手が興味を持つのもうなずける。お前のことは覚えているぞ、モード。ふん、まるでどうやっても死なない虫のようだな。自分から姿を見せてくれたおかげで手間が省けた。ここで降伏しても遅くはない。フーレイ、それから小球はどこにいる？いえ悪あがきはよせ、妖精の猿め。獣は皆罠から逃れるためなら片腕を落としても構わないという道理を知っている。私は今日その片腕になるのだ。長きにわたる狩猟生活の中で選手に付き従ったのはほんの一瞬に過ぎないが、あの方の存在は星宮の月のように先が見えなくなっていた我らの視界を開き、道を示してくれた。ドゥーランの末裔は狼の刻印に背いた。生き延びるためとはいえ闇の中に隠れ同胞を貪ったのだ。もはや我らは狼ではなくネズミのような下品で哀れな存在になってしまった。だが風霊様の恩恵により私たちは彼の広い見識と老血を賜った。ドゥーランの末裔は狼の群れの勝利のために生き、勝利のために死ぬのだ。来い妖精人、その爪と牙を見せてみろ。貴様と私どちらかが生き絶えるまで戦おうではないか。これは驚きだ。犬不正が他者に尽くそうとするとは。だがお前は一つ勘違いをしている。ここに一対一の公平な決闘など存在しない。俺たちに敗北した後もその態度を貫けるといいな。我が大会で沸き立っている犠牲を払おうと。ホリジン、お前たちの戦いと死は名誉に値しない。モードゥーは願いを叶えたようだな。フーレ、お前の宣戦布告計画は失敗に終わった。この先どこに逃げようと秘書将軍がお前を捕らえ、モードゥーと同じ末路をたどらせるだろう。貴様の口は爪よりずっと鋭いようだ。だが邪魔をするな、小僧。貴様らの将軍と話をさせろ。あの女との狩猟ごっこはまだ終わっていない。
下がりなさい、モゼ。私はここにいるわ、フーレ。一体どんな話がしたいの？天撃将軍、我々は戦場で顔を合わせたことこそないが、ここまでの道中、貴様の部下と医師から興味深い話を山ほど聞いた。先週は大胆だな。堀の血が流れる先導を将軍の座に着かせるとは。貴様の血筋を疑う者はいなかったのか？それともその輝かしい功績で人々を黙らせているのか？戦場で自身と敵に関わりがあることを告げるのは、ある種の慈悲を乞う行為とされている。フーレ、あなたは私に慈悲を求めてるの？貴様には狼の残忍さだけでなく、狐の狡猾さも備わっているようだ。それは堀人からの贈り物だ。俺には自分が送ったものを回収する権利がある。天撃将軍、最後の正体を出そう。強報官で待っている。貴様が来る前に俺は大虐殺を行い、この700年間輝きを失っていた暁を再び発動させ、灯らせる。人々が注目するあの船を血に染め、先週がいかに弱く無能であるかを世に知らしめるためにな。そして俺は強報艦に乗り、あらゆる障害を乗り越え、故郷への帰路につき、あの艦船を堀最高の帰還とするのだ。それが成し遂げられるまで、貴様には俺を止める、もしくは俺に殺される機会がある。これが貴様のために用意した道だ。その挑戦受けて立つわ。覚悟しておきなさい、フーレ。強報艦に足を踏み入れた瞬間から、あなたは死への道を歩み始めることになる。お前さんたちに託したのは演武台上の勝敗と永辱だけではない、強報艦の安全もだ。おじいちゃんってば、いつも軽い感じで難題ばっか押し付けてくるんだから。もうすぐ最初の試合が始まるけど、元凶はうまくやってるのかな。計画通り、そろそろ強報艦にいる運気軍に何か気づいたことはないか聞いてみないと。試合が始まる前に美月に会いに行った方がいいかな。この時間なら選手控室にいるはず。ちゃんと準備してるといいけど。緊張してるみたいだけど。さっきまでそんなに緊張してなかったんだけど、一人で控室にいるといろいろ考えちゃうんだよね。演武典礼に参加するだけじゃなくて、重大な任務まで背負ってるなんて。美月、落ち着いて。私がいるんだから
任務のことは心配しないで。それよりおじいちゃんのラフを代表する森人って言葉に飲まれちゃダメ。胸に手を当てて考えてみて。あなたは星球列車の七死人でいつも自由に旅をしてる。それなのにおじいちゃんに任務を言い渡された後、私と一緒に強報館に来てくれた。それはどうして？どうしてって、演武典礼が無事に開催されてほしいと思ったからかな。七死人ってどの駅でも通りすがりの旅人なんだけどさ、ここは二人の師匠とたくさんの友達に出会えた場所だから、みんなのためにも絶対に演武典礼を成功させたいの。うん、いい答えだね。もうすぐ試合が始まる。私はおじいちゃんに任された仕事を片付けに行かないと。美月、あなたの宝剣が曇ることなく勝利を収められるよう祈ってる。ありがとう、雲里師匠。おじいちゃんに言われた通り、強報館にいる雲鬼軍たちに状況を聞かないと。せっかく緊張が解けたみたいだから、今は邪魔しないでおこう。おじいちゃんに言われた通り、強報館にいる雲鬼軍たちに状況を聞かないと。
ーさんじゃありませんか。何かご用ですか。海燕将軍に指示された通り、各自すでに自分の持ち場についています。わかった。でも最後に一つ確認させて。残念ですが、今の僕たちにホリジンと古族を見分ける手段はありませんね。ただ偽の身分については運気軍が急いで調査を進めています。強報官にいる運気軍はそれぞれの任に当たっています。怠けている者はいないでしょう。強報官に配置された運気軍が精鋭ばかりだってことは私も美月も感じてた。あ、それならちょうどよかった。実は先ほど緊急の乗船要請がありまして。緊急の乗船要請？はい、強報艦に着艦予定の精査の一覧には記載されていませんが、通帳は正式なものでした。こんな時に乗船？その精査今どこにあるの？確認してくる。船首用の停泊場所から乗船する予定ですが、案内しましょうか？一人で行くから大丈夫。あなたは自分の仕事に集中して。急いで確認しないと。これより保安検査を行います。この精査に乗っている方は直ちに検査を受けてください。これが例の怪しい精査。乗ってる人は10数えるまでに出てこない場合、精査を破壊します。検査で本当に船を破壊するつもりなの？まさかこれも使命の伝統？いやいやいや、いくらホリジンの変装がうまくても僕みたいな小柄な人になるのは無理だって。早く剣をしまって。軽減将軍地の元凶くん、あなた将軍と憂いを共にするために森人を諦めて狼狩りをするって言ってなかった？地上でホリジンたちが襲撃を始めたんだ。秘書将軍はそれが風霊の目くらましなんじゃないかって心配してて、だから僕が強報官の援護を申し出たんだよ。はぁ、あちこち回って最後は強報艦に戻ってくるなんてね。でも残念だけど、あなたは演武台には上がれない。おじいちゃんの言う通り、私たちの弟子の美月なのかが森人を務めることになったの。どう？誇らしい？それだけ聞けば確かに誇らしいけど、でも同じくらい心配かな。とにかく強報艦は広いから正直人手が増えるのは助かる。そうだ、あなたは知ってると思うけど。なんだ？強報艦の速度が下がってる。まさか。エンジン室に行こう。この艦船の中枢だから、まずはあそこの安全を確保しないと。
こっち、急ごう。私もこいつらと同じように床に転がってもらうぞ。心配するなガキども、ここは広いからな。お前たちの死体を隠す場所には困らない。本当は全部僕の杞憂で、演武典礼が無事に開催されればいいなって思ってたけど、こいつらはやっぱりここに来た。これでもうあれこれ考えなくて済む。かかってきなさい、忌み者。そこ攻撃、強が出た。そこドリームカブテル、コラボスタート。勝利、罰剣三剣、根は戻る。まだまだ後期、そこ後期、いずれ風に吹き落とされる。の忌み者が侵入してるって考えた方がいい。もしかしたらもう風霊も強砲艦に乗り込んでるかも。演武典礼はもう始まってる。説明してる時間はない。私の推測が正しければ、乗船したホリジンは典礼で大虐殺を始めるはず。急いで演武台に向かおう。
千秋楽の終点演武典礼。第1試合を始める前に実況を担当してくださるゲストの方を紹介しましょう。銀河でも有名な司会者、ミスター・フクロウです。必決、これがお前さんの言う演武典礼を開催するための計画なのか。ああ、本来なら風霊が脱獄した時点で演武典礼の開催は中止すべきだった。あの凶暴な獣がどこを襲うかは誰にもわからないが、典礼のような祭事は彼の標的になる可能性が高いからだ。ただ準備期間が長かったこともあり、演武典礼は何としても開催しなければと考えていた。そのような状況で中止を宣言するのは心が痛む。というわけでそのまま開催しようと思ったんだ。だが今日開催するのが本物の典礼である必要はないだろう。乗船する観客と選手全員を運気軍と入れ替えれば、空高く浮かぶ強砲艦は狼狩りの絶好の戦場となる。そうは言っても、仮に風霊が演武典礼を襲わなかったらどうするつもりだったんだ。その場合はできるだけ強砲艦に目が行くよう誘導しただろう。天白氏に航路を整理させ、他の精査の通行を減らすんだ。空に浮かぶ艦船が一隻だけになれば、彼も行かざるを得ない。飛翔将軍は注意を引きつけ、堀陣の退路を断ち、行くべき場所を見つけたと思い込ませる。ラフにいる堀陣の内通者については、私が責任を持って圧をかけ疲弊させよう。いいだろう。この老いぼれもついに体を動かす時が来たようだ。わしは事態が制御不能にならないよう、天白氏と共に玉海門を守るとしよう。炎王が最後の保険を引き受けてくれるのなら、私も安心だ。この狩りで我々は風霊に分からせなければならない。巡守の矢尻は常に彼らの一歩先を行っているということを。
さっきの揺れ何だったんだろう。船の速度も少し遅くなった気がする。オリジンが強豪艦に侵入したのかな。海炎将軍の指示通り、うちもそろそろ動かないと。